はい、皆さんこんにちは、リンチーです。ですね、僕今回ですね、新しくスマホを買い足したんですよ。で、名前はホワウェイの Nova3E っていうんですけども、このスマホはですね、日本ではホワウェイの P20 ライトっていう名前で売られています。ですけども、実は厳密に言うとこの Nova3E の方が性能がわずかに上なので、そのあたりをレビューしていこうと思います。それではまず開封していこうと思います。ですね、今回ねスマホを買い出そうと思いまして、いろいろ考えたんですよ。P20 とかね、ソニーのエクスペリア XZ2 とか、そういった機種も、考えたんですけども、イヤホンジャックがなかったんですよ。で、僕やっぱりね、ハイエンドのやつもいいんですけども、やっぱね、生活の中でイヤホンジャックないと困るんですよ。で、寝る前とかにね、何ですか、充電しながらイヤホンジャックさせてとかで、音楽聞くとか、なんかラジオ聞くとか、そういうことやってるんで、はい、出てきました。こちら本体、これはいいや。で、これなんか開けるピン、ちょっと何ですか、SIM カード入れ替えるピン、ちょっとなんか形変わってますね。はい、説明書で、これがなんか最初についてる何ですか、ケースで、充電器、ちょっとちっちゃいやつより充電早いみたいですね。で、これが充電ケーブル。あとはね、こちらイヤホン、あとから、そんな感じ、こんな感じですね。こんな感じで入っていました。それではね、ちょっとこれからこの本体をいじっていこうと思います。はい、それでこんな感じで初電源オンしていこうと思います。電源これかな。はい、はい、ちょっとブーンってなってホワウェイって出てきました。ですね、このスマホを買う前に要はエクスペリアとか、あとエクスペリアの XZ2 のコンパクトとか、あとホワウェイの P20、あと P20 Pro も考えたんですけども、やっぱりね、この見えます、ここにこのイヤホンジャック、僕どうしても必要なんですよね。あとね、あんまりね大きいとダメ、ポケットにスルって入ることが前提なんですよ。で、最近のスマホっていうのは結構性能上がってきて、カメラの性能もかなりいいんでね。はい、最初こんな画面になりました。ですね、皆さんね、中国で買ったらどうなるかって思われてる人いるんですけども、ボケちゃったな。ここにね、日本語選択できるようになってるんですよ。で、僕は普段日本語で使って全然いいんですけども、じゃあ日本語にしていきましょうか。はい、日本語、言語の選択、日本語で、はい、次へ押していきます。いろいろ設定あるんで設定やっていこうかな。はい、それでね、今ね、電源落とした状態なんで SIM カードを入れていこうと思います。付属のね、こういうの入ってるんですけども、せっかくなんでクリップでやってみようと思います。皆さんね、このクリップでやるやり方覚えておくといろいろ便利ですよ。
ていうかね、これ同梱品になんかあの最初からクリップ入ってるといいなとか時々思いますね。よっ、あれこれでね、押すといいはずなんですけど、スイッチ、はい、出てきました。はい、こんな感じであのハードスロットが出てきました。どっちが上なのかな。でここにね、SIM カードを入れていきます。逆かな、形確認して、こうか、はい、こんな感じで SIM カード入りました。 SIM カード入れますね。あ、一応ねこれね、ダブル SIM ってことになってますんで、ここにあの SIM カードもう1枚、もしくは、SD カードスロットが入ります。はい、 SIM カード入りました。一応 SIM カード入れまして、どれぐらいで電源入るかちょっと試してみます。はい、はい、ブーンってなりました。あのね、他のスマホも魅力的だったんですけども、特にね最近のハイエンドのスマホって大きくなってるんですよね。でまあ別に、まあ、ある程度の大きさはいいんですけども、僕ね職業柄ねちょっとスマホがあんま大きいと困るんですよ。で役者とかやってて、あ、すぐ着いた。まあ役者とかやってて、衣装のポケットに入れて、それで外から見えないようなスマホが一番いいんで、まあ、あんまり大きなスマホ、ハイエンドのやつはむしろ困ります。はい、ね、はっきり見えないだろうけど、ここに 4G ってちゃんと出てます。はい、せっかくなんで SIM カード2枚入れていこうと思います。このスマホはね、一応ダブル SIM カードなので、はい、このように2枚入りました。でまあね、SIM カード2枚入れたらこんな風に2枚入ってますって表示されます。それでまあね、せっかくなんでワンピチェックいっときたいと思います。はい、ブラウザ開いて、半ハイワン、半ハイワンで、半ハイワンで、ここに漫画って出てきたんで、はい、漫画開きます。いらね、半ハイワン、最新の912は開きますね。まあいつも言ってるんですけど、なんでワンピかっていうと、ワンピは結構絵も細かくて文字も多いので、こういった、スマホのなんか画面の見やすさをチェックするのに非常に有効です。どっちめくるんだこれ、911話にしてみますか。あ、なんかこれ全部出てくる。あ、はい、これ全然十二分に、ワンピが読める画面なので、まあ全然その画面に問題はないと思われます。まあね、文字がちっちゃかったらね、こうやってちょっと拡大して見てみればいいんで、はい、まあこれでワンピチェックは OK です。それでね、僕が今回この、ノバ 3E を買おうと思った理由、まあね、そろそろね1台スマホを加える時期なのかなって思ったのと、あとね、まあ撮影するときに自撮りって別にまあこういうふうに撮ることもあると思うんですけども、
ちょっとね、地面とかに置いたりとか、まあ、どっかに置いて自分が撮れしてる動画を撮りたかったんですよ。でそんなわけで例えばね、GoPro とかね、まあ、ソニーの何ですかアクションカムとかも、まあ、要はね、メインカメラで撮ってる時に自分が見えないわけなんですよね、うん。まあ、そのスマホで Wi-Fi とかでつないで見れば見れるんですけども、まあ、そこでね、最近のスマホ性能上がってきてたんで、まあ、インカメラでそれなりによく撮れるやつがあればいいなと思ってました。でね、これ、日本で売ってる、P20 ライトとの違い、P20 ライトとこの NOVA3E は同じカメラだって日本のサイトとかでは言われてるんですけども、まあね、厳密にちょっと違うのがこれね、このインカメラが、2400万画素なんですよ。で日本で売ってる、P20 ライトは1600万画素で、別に画素数が高い方が絶対に画質がいいっていうわけじゃないんですけども、まあおそらくはスマホに使われてるなんですかセンサーである限りはそのこっちの画素数が大きい方がよりいいものを使ってるんじゃないかと思われます。まあね、こちら の, 自撮り用のカメラがここ2400万画素ってことですね。はい、まあ、こんな感じで、はい、撮れます。それでね、もう一つの違い、日本で売られてるこの P20 ライトは、32GB ロム、ロムね、ストレージね、ストレージが、32GB なんですけども、中国国内のバージョンでは、64GB か 128GB を選べるように、なっています。しかもこれね、僕これお値段はキャンペーンで買ったんで1799人民元でした。1799人民元で、まあ、ちょっと計算すると多分日本円で2万8000円か2万9000円でちょっと安いです。まあ、簡単にまとめると、まあ、どこがいいかっていうと、中国国内で買った場合、まあ、僕はインターネットでキャンペーンで買ったんで1799元だったんですけども、それでこのインカメラが2400万画素、かつ、まあ、ロムストレージが、64GB のやつが買えます。はい、まあね、普通にお店で買った場合、1799元じゃなくて1999元になると思うんですけども、それでもね、まあ、中国で買った方がちょっと性能がいいやつ買えます。もちろんね、これ日本語に設定して普通に日本で使うことは全然可能なんで、皆さん非常におすすめです。ね、追加です。中国国内でこの Android のスマホを買った場合、中国国内では Google が制限されているので、Google のプレイストアが中国国内で買ったAndroid のスマホには入っていません。それなんで、まあ、これ自分で入れれば解決するんですけども、プレイストアを動かすには結構ね、その他になんか4つぐらいそのなんか元になる礎になるアプリが入ってないといけないんですよ。でそれを慌てずに全部入れていく、まあ、何が必要か調べて全部入れていくようにするといいと思います。別にそんな難しいことではないので、それでは皆さん、リンチーでした。再見。